なるよしの粋な夜電波。ボンスは世界の皆様、もしあなたが完全無欠な善人ならば、ラジオは決してお休みなさい。明日が今日に、今日が昨日に、ついでに昨日は一昨日に、進んでいるのか止まっているのか、あるいは逆走しているのか、混迷を極める現代という定常状態を進む億年単位の人類史という名の誇張の夢、時間とは何ぞや、そんな考え始めたらキリがない野暮天を考えさせられそうな時刻とともに、ジャズのビッグバンドが演奏を開始しました。リーダーは番組開始5年目に入り、とうとう初起用となりました我らが圧巻スタンゲッツ。悪とは何ぞや、そんな考え始めたらキリがない野暮天を考えさせられそうな時刻に、茶色が好きならウイスキー、黄色が好きならシャンパン、無色が好きなら日本酒で、1時間という別れ話には短すぎ、息を止めるには長すぎて、ラジオを聞くにはちょうどいい時間で、ジャズを中心とした世界中のあらゆる音楽をお楽しみください。極東は帝都東京、港区赤坂、力道山刺されたる町を、言語という双子の兄貴を殺すため、言語と共にこの世に生まれてきた音楽、そのカインとアベルにも似た兄弟を電波に変換し、 954kHz にてあなたのお部屋、胸の奥までお届けいたします。不安の時代という闇を進む巨大宇宙船、 TBS ラジオがお送りする赤坂三浦天クォーター公式認定番組、菊池成良の粋な夜電波。お相手は、欺かれぬ者はさまようという格言を胸に、常にさまよい続けるジャズミュージシャン、生まれた時から鬼の子で、二つの映画館の暗闇の中で産湯に浸かった歓楽前のせがれ、私菊池成良が務めさせていただきます。エレガンス、バイオレンス、クレイジーキャッツ、セックス、ビッグス、バイダーベック、ケチケチすんな全部まとめてクラブサンドイッチ、小脇に三度傘、三度目の正直者は三年目の浮気を応援、三三七拍子、散々な結果てなことになる前に、ちょっと悪になるラジオのチューニングをお合わせください。最新の VFX を駆使した 3D マルチエンディングの AM ラジオ番組が、あなたのわずかな悪を払い清め、隣の宇宙の出来事だと書き換えてくれるでしょう。うっそー、さすれば再び菊池成良の粋な夜電波。早速参りましょう。はい、天才ケンドリック・ラマーがやってくれました、もう巷では大変な話題になっております、新作トゥーピンプはバタフライからお聞きいただきましょう。A baller ass, boss ass nigga. You's an off-brand ass nigga. Everybody know it. Your homies know it. Everybody fucking know. Fuck you, nigga. Don't call me no more. You don't know. You gon' lose on a good bitch. My other nigga is on. You off. What the fuck is really going on? He
This dick ain't free. You looking at me like it ain't a receipt, like I never made ends meet, eating your leftovers and raw meat. This dick ain't free. Living in captivity, raised my cap, salary, celery, telling me green is all I need. Evidently all I seen was spam and raw sardines. This dick ain't free. I mean, baby, you really think we could make a baby name Mercedes without a Mercedes Benz and 24-inch rims, 5% tint and air conditioning vents? Hell fucking no. This dick ain't free. I need 40 acres and a mule, not a 40 ounce and a pit bull. Bullshit. Matador, matador, hatador, knocking, let him in. Who's that genitals best friend? This dick ain't free. Pity the fool that made the pretty and you prosper. Titty juice and pussy lips kept me obnoxious, kept me up watching pornos and poverty. Apology, no. Watch you buy the dick with people that's fortunate like myself. Every dog has his day, now doggy style shall help. This dick ain't free. Matter of fact, it need inches. Matter of fact, it's 9 inches. Matter of fact, see your friendship based on business. Pinching, more pinching, your pinching. My consensus has been relentless. Fuck forgiveness, fuck your feelings, fuck your sources. All distortion, if we fuck, it's more abortion. More divorce, course and portion. My check with less endorsement. Left me dormant, dusted, dude, disgusted. Force away, fuck your fingers and more shit. Porcelain pipes, pressure, busting twice. Choices, devastated, decapitated, the horseman. Oh, America, you bad bitch. I picked cotton and made you rich. Now my dick ain't free. I'ma get my Uncle Sam to fuck you up. You ain't no king. はい、ですね、ジャジーヒップホップっていう歴史がまあありまして、そのジャズとヒップホップがね、融合する。まあこの番組で、まあ5年かけてずっと言ってきたことですけど、ヒップホップはジャズの孫で、まあ息子がファンク、ソウルだとした場合、こう、おじいちゃんと、孫の関係になりますんで、仲いいので、比較的うまくやるんだっていう話をまあずっとしてきたわけですけど、まあ、ちょっとそういった方向に、天才ケンドリック・ラマーが、持ってったって感じですね。今の、チューンは2曲目の、まあ、インタリュードで、なんかもう、This Dick Is Ain't Free って、まあ、これも、放送していいのかギリギリの、英語ですけど、タイトルは For Free っていう曲ですけどね。まあ、露骨、この曲自体は露骨なジャズのパロディみたいな感じで4ビートになってますけど、他の曲はもっとジャジーヒップホップ寄りで、しかも、ジャジーヒップホップって今まで言われてきて、ジャズ側がずっと要求不満に思ってた。なんかソウルのレコードの生演奏のものをネタに使ってるものをジャジーヒップホップって言うのかっていう感じの、15、6年間のこう、鬱屈をですね、全部晴らすような、生演奏でやってるんですよね。ここ最近生演奏のヒップホップが、ディアンジェロも含む、なんかもそうですけど、来てるんですが、完全にジャジーっていうのを、ケンドリックがぶっ込んできたのは大変なことですし、で、まあ、コードとか弾いてるものが本当にやばくて、チャチースタジオミュージシャンだとか友達にやらしてるんじゃなくて、これ本当のジャズピアニストが弾いてるんだろうな。まるで、ブラックレイディオのあの人みたいって思ってたね。よく見たら、実際ブラックレイディオのあの人だったっていう、比較的簡単に仲良くなっちゃうんだな。やっぱり、売れてる人たちはっていう感じですけど。まあ何を言って、この一節何を言ってたかわからなかったという方は、まあ聞き逃していただき、あ、なるほどそういうことかっていう方はすぐ検索に入ってください。検索時間のための CM です。はいどうも、菊池成吉の粋な夜電波、ジャズミュージシャンの菊池成吉が TBS ラジオキーステーションに全国にお送りしております。本日はですね、まあ、シーズン9が始まって、初回がテーマ曲選考会。2回目に、菊池凛子さん、AKA 林病がやってまいりまして。まあ、正規の、シーズン9の初回が、まあ、実際のところ今回だというような。で、1回やったら来週がもうスペシャルウィークってですね、比較的忙しいなんかシーズンの始まりですけど。テーマ曲は、前回、不採用にするという点で、前回じゃねえ、前々回、不採用にすると言って流した、スタンゲッツを採用することにしました。これをなんつうんですかね、復活と、なんつうんでしょう。復活当選というんですかね。つどつど言ってますけど、私、自分のオンエアも、なんかそれ以外の何らか、登録とかいただいたりもするんですけど、聞かないんで、よっぽどのことがないと聞かないんですけど、前回は聞いたんですよ。実際自分の声が乗るとどの曲が一番いいのかなと思って。リアルタイムで選んで絶対使わないって曲が、一番良かったんで、自分の判断力ってのは何なんだろうと思った私ですけども。というわけで、このシリーズは、ま、基本、スタンゲッツの、まあ、圧巻ですよね。圧巻ってのは、
圧倒的な圧に負くじゃなくて悪いって意味ですけども、アッカンスタンゲッツの映画音楽で、お送りするわけですが、まあ気分を変えた時にはね、なんか違うものにしようと思いますけども。まあ気分を変えるといえばですね、まあ、私、歌舞伎町出ちゃったって言ってますけど、まあ実際出ちゃった、重症的には出ちゃいましたけどね。ただまあ、いつも申し上げた通り、歩きゃいけるんで、たまに昔よく行った店に行ってみようなんつって、これは厳密には歌舞伎町じゃなくて歌舞伎町の入り口なんですけど、靖国通りってあるんですよね。靖国通りはまあ、伊勢丹メンズの裏口があったり、バルトナインがあったりするあの靖国通りですから、歌舞伎町っていう魔界に入る、こう、ボーダーのところですよね。なんですけど、一応、靖国通りとはいえ、歌舞伎町の入り口のところにやっぱオーラがあるんで、ケンタッキーフライドチキンがあるんですよ。それはね、4時までやってるケンタッキーフライドチキンなんですね。で、ああ、そこでなんかこう、闇雲にケンタッキーフライドチキンが食いたいとかいう時が あるんですよね。なんかこう、大人になっていろんな大変だなとかね。今月の、まあ、代表取締役ですからね。まあ、おもちゃの代表取締役ですけどね。おもちゃの兵隊さんみたいなもんですけど。やっぱ会社が今月ちょっと赤字だとか、先月はちょっと良かったとかなんとか、あるじゃないですか。で、まあ、そういうことが大人になるとありますから、そういう時のストレスでね、ケンフラを思いっきり、2バーレルも3バーレルも食ってやりたいっていうような時があったりして、よく行ってたんですけど。まあ、めっきり行かなくなって。で、久しぶりにあそこ行ってみようと思って、まあ、3時半ぐらいに行ったんですよね。夜中のね。もうあと30分で閉店って。その、行列なんですよね、もう。やっぱすげえな、歌舞伎町と思って。かっけ、圧が違うと思って。なんかこう、地鳴りっていうかね、もう並んでるんですよ。並んでる分にね、私の前に並んでる人が、まあ、なんて言ったらいいんだろうな。その、まあ、検索するか、コンビニで探していただきたいんですけど、ソウルジャパンって雑誌があるんですけど、それはまあ、なんていうか、今は、まあ、だいぶ少数派になっちゃったのかな。いろんな形でこう、エリアをこう、がこう、なんて言ったんですかね、多極化して、コアな人は少数派になっちゃった。回りくどい言い方ですけど、不良の雑誌なんですけども、その、ヤンキー雑誌ですよね。で、まあ、ソウルジャパンに出てる、コーディネートで上から下まで決めてるだよなっていう方が前に並んでて。で、まあ、後ろには、まあ、仕事を跳ねた。まあ、懐かしいですよね、本当にね。昔はもう、私の生活圏にはそういう人しかいなかったんで、仕事を跳ねた、キャバクラ嬢の方が。まあ、ストレスの溜まる仕事ですから、あんまり太っちゃいけないんですけど、やっぱどうしても、夜中ケンフラドカ食いっていうのはやりたいとこなんでしょうね。で、まあ、並んでました。で、前に座ってる方が、まあ、これ大した話じゃないですよ。久しぶりに歌舞伎町に、4時までやってる、ケンフラに、3時半に行ったら行列になってて、前に並んでる人が、ご注文はって聞かれた時に、俺、初めてここ来たんで、ここって、この店って意味じゃないんですよね。ケンフラ自体だっていうことを指してるんですけど、初めてここ来たんで、注文の仕方わかんないんだけど、俺、歯、悪いから、パサパサのとこやめてねって言ったんですよね。ね。まあ、たった短いこれだけの時間なんですけど、さすが歌舞伎町っていうね、なんで歯が悪いか。それはもう虫歯じゃないですよ。虫歯ってことにしときますけどね。まあ、で、店員さんも慣れたもんで、はいって言って、特に何も考えずに、何の、その対応も、特別な対応もせずに、はいって言って奥に引っ込んで、パサパサじゃないとこなんでしょうね、きっとね。そこを選んで、こう渡して。で、まあ、それも結構大量でしたけどね。買って帰られましたけどね。まあ、懐かしいなという気分と同時に。まあ、もうちょい、まあ、最近、ここのとこね、ちょっと忙しくてね、なんだかんだで。まあ、お前いつも忙しいじゃないかって言われればそうなんですけど、やっぱりね、2年半越しのプロジェクトにな、1年半か、ね、2年か、のプロジェクトになっちゃいましたけど、菊池凛子さんのデビューまで一応こぎつけるってことで、実は収録してんのがデビューライブの翌日なんですよね。まあ、ぶっちゃけって言ってしまうと、二日酔いなんですけども、ちょっとフラッとしてるんですよね、なんかね。最近はね、いつからかって言われると難しいんですけど、51まで大丈夫だったんですけど、51過ぎてから飲むと寝るようになっちゃって、
まあ、昔、諸先輩方の、ジャズの諸先輩なんて、もう、大変な年齢のね、私の師匠にあたる山下洋介なんて、もう72ですからね、上が、キリがない世界なんですよね。落語とかと似て、落語界なんかと近いんじゃないですかね。私の年でもまだ、中堅に毛が生えてるぐらいですか、の世界ですからね。で、まあ、一緒に先輩なんかと飲んだり、あるいはちょっと忙しい、というか、酒に弱い、後輩や同輩と一緒に飲んだりすると、宴会が長引くと途中で、休憩に入るやつがいますよね。こう、船こぎ出して。で、まあ、みっともねえとまでは言いませんけども、まあまあ、先輩がいるまで寝たりするのはね、ちょっとどうかと、いうのも、まあまあ、それで咎められる怖い世界とかそんなのじゃないですよ、全然。先輩だってもう、なんかなんだっけ、ナイツでしたっけ、浅草への先輩がいっぱいいる方ね、ナイツの花輪さんみたいになっちゃいけないんですけど、先輩方はもう本当に面白いですから、てめえ、きしょこの野郎、なんかラジオとかってうまくやってんじゃないかみたいな感じでやってきて、あ、どうもすいません、すいませんって、金貸してくれっていうのが、この業界ですからね、誰とは絶対に言えませんけどね、金貸せばかやろっていう、なんかもう、もうちょっとね、親身な、なんかね、お前、そういう、芸が荒れちゃいけないから、そんなマスコミの露出は、こう、セーブして、もっと練習に励めよとかいう温かい言葉がいただけるのかと思ったらね、金貸せっていう。場合によっちゃいっぱいおもれっていう。もっと、キャッシュでもないっていう、場合もありますからね。まあ、そんな、まあ、話がずっとスリップしてますけど、今日、ちょっと軽く二日なんで。なんですけど、やっぱ宴会の土地に寝るっていうのはね、良しとしなかったんですよ、私。良しとしないっていうより、頑張ってそうしないようにするとか言った立派なストイックな話じゃなくて、全然どんだけ飲んでも、飲んでる途中に寝るっていうことがない男だったんですよね。なんで、まあ、それがですね、51歳を過ぎてからですね、今日寝てたよねって言われて、すげえびっくりしたって言われて、え？寝てた？っていう、その自覚がなくて寝てるんですよね。いや、そういうもんですよっていう方がいっぱいいらっしゃると思うんですけど、初めて知りました。当たり前ですけど、ああ、眠い、高校の時みたいにね。ああ、眠い、この先生の話つまんない。眠いってだんだん夢の世界にゆっくりフェードインしていくようなことじゃないんですね、あれ。出席で寝るっていうのはね。パッともう寝てる記憶がないんですよ。酔っ払ってて、あって、だから記憶をなくすってやつですよね。だ最近の流行り言葉で、意識高い系っていう言葉ありますよね。まあ何が言いたいかっていうと、まあ私の場合、意識52歳になって、意識失う系になったんだなっていうことがですね。まあこのことは分かってもらいたいなっていう。夜電波のリスナーの皆さんには。まあ私も意識失う系ですって人いっぱいいると思うんですよね。違った形でみたいなね。こう、K-POP のアイドルのファンなんかを熱心にされてる方とかね。意識失う系の方とか、ああ、意識は失わないのかな。あれは、マイケル・ジャクソン、ジャスティン・ビーバーで終わりなんですかね。こう、待ってね。ブカレストの DVD、ドーンってもう何万人だか見て、何十万人だか見てるんですよ。で、ドーンってマイケル・ジャクソンが床から、今ではこう結構比較的お笑い番組でも使われるようになりましたけど、ドーンって上がって、ちゃって着地した瞬間にもう2000人ぐらい失神してるんですよね。それでもチケットの対価を払ったっていうね。コスパ悪くないっていう。まあそういうような感じで、こう意識失う系ですとかね。簡単に失神する方いますよね。中世のゴシックホラーとか、ゴシックホラーってなんていうの、怪奇物とか見ると、お姫様がすぐ二言目には意識をキャーって失いますけど、あれはお姫様だから、女が弱くて、だからフェミニズムの文脈から見ると、こう女を不当にこう弱い、か弱いものとして扱ってるみたいな感じで怒る方もいると思うんですが、あれ全然そういう意味じゃなくてですね、中世のお姫様っていうのはコルセットしてたんですよ。で、コルセットっていうのはものすごくきついんですよね。要するに、まあ中国の天足なんかは皆さんご存知だと思うんですけど、あの天足と同じぐらいの変形率があばら骨に来るわけですよね。もうね、中世のお姫様、コルセットで毎日朝、あれね、3時間くらいかかるんですよね。コルセット締めるだけで。次女にやらせんの。ほんで、まあ、完全にこれで正規のコルセット締まったっつって出かける頃にはもうほぼ貧血になってるんですよ。だから、ちょっとなんかあると気を失うの、あの人たちは。だから、小鳥がいきなり目の前通ったっつっては気を失ってた人たちなんで、そんですぐ意識を失うわけなんですよね。
まあそういったこともご理解いただければっていう感じですね。誰に何のご理解をいただくのか全くわかりませんけど、まあとにかく、私はもう50来月でもう50になりますから、まあ意識失う系なんだっていうことですよね。になったっていう実感がね。で昨日も意識失いました。はい。酔って乱れるっていうより突如気を失うっていう人になったんで、これから気をつけます。いっぱいそういう人が財布すられたりとかですね、気を失ってる間にまあいろいろな世の中ね、本当に百鬼夜行ですから、そのね、冥府魔道ですからね、飲み屋だからとて、善人ばっかりがいるわけじゃないんで、何があるかわかんないんでね、気をつけますんでね。まあこれからなんか飲み屋で私見かけて意識失ってたら、菊池さん意識失ってますよって遠慮なく起こしてください。起きてる方がいいに決まってますからね。はい。というわけで、そんなひどい二日酔いじゃないですかね。ちょっとフラッとしてるって、こうふんわーっとした状態の中始まった、シーズン9ですけどね。全体的にジャズで行ってみようかなっていうのがあります。さっきのはまあジャズ。もろにジャズミュージック、ジャズだなじゃなくてヒップホップですけどね。ケンドリック・ラマーですけども。ジャズ中心に少し運行してみて、まあ反応を見ながらいろいろ変えていこうかなと。まあ反応っていうのはメールの反応じゃなくて、自分自身の反応ですけどね。もう見ながら変えていこうかなっていう。相変わらず、リスナーの声は無視っていう。まあ無視じゃないですけども。そんなこと言ったらもう1回目からね。全部決めてるの私ですからね。まあそんな、私が、すべてやってる番組ですけども、お楽しみいただければという、初心に戻ってですね、試しにジャズやってますね。アビシャイ公演ですよ。アビシャイ公演って言われてもっていう方と、おー、とうとうアビシャイ公演っていう方いると思いますけども、今ジャズと言われてる、まあ今ジャズって言葉ももう今や死語になりかけつつある、死語という言葉も死語になりかけつつある現在ですけども、まあ、イスラエル出身のイスラエル、今アメリカかな、イスラエル出身ですね、のベーシストですね。まあ、ジャコに影響を受けた、ジャコ・パストリアス・チルドレンと言ってもいいと思いますけども、まあ、最初の演奏活動は、さすがにイスラエルだけあって、アビジャイ公園が昔演奏 してた場所っていうのを、こう、資料で見たりすると、エルサレムのライブハウスだったりするんですよね。笑っちゃいけないですけど、ちょっと面白いですよね。エルサレムのジャズクラブで演奏しっていう、やっぱそうなんだなっていう、イスラエル人だとエルサレムでやるんだっていう感じですけど。まあ今はもう大スターです。ジャズ目線じゃない方のために簡単に説明すれば。イスラエル出身の人がバンバンいるっていう世界ではないですから、かなり珍しいです。大スターの中にはね、珍しいですね。前作から、まあ、わずか1年、乗りに乗っているというミュージシャンにありがちな、制作ペースですけども、3年も4年も休む方もね、7年も8年も休む方もいらっしゃいますから。ピアノトリオ、ベーシストがリーダーのピアノトリオです。前作、前々作から、パートナーとして、まあ、素晴らしいドラマですね。ニタイ・ハーシコビッツ。この人も、ごめんなさい、ドラマじゃない、ニタイ・ハーシコビッツ、ピアニストが失礼。そして、新人のダニエル・ドール。この人やばいですね。かなりドラムス。リズマニアックな人たち。リズマニアックってのは、まあ、リズムに興味がある。リズムマニアという意味ですけど。ジャズの響きとかなんとかより、こう、もう私完全なリズマニアックですけども、リズマニアック派には、この新鋭ドラマーはやっぱり出るべく知って出た現代的なドラマーだっていう感じで、まあ、スター性バッチリですよね。まあ、全曲聴きたいぐらいの、どの曲にもリズム的な、こう、リズマニアが泣いて喜ぶ、仕掛けが凝らされている素晴らしいアルバムですけれども、そのうち一曲、アビーという曲を聴いていただきます。
はい、アビシャイ公演トリオでアービーでした。前にお父さんにもわかる今ジャズ特集ってやりましたけど、あの、ビジェアイやティグラン・ハマシャ、名前がね、全員覚えづらいんですけど、この覚えづらさを克服してください。アビシャイ公演が今の人ね、ベーシストです。で、ティグラン・ハマシャントリオ、ビジェイ・アイアートリオ。この三つ押さえとけば、今ジャズ聴いてる若者に、あの、時事扱いされなくて済みますんで、この三つ聴いてください。この三人ほとんど同じ考え方で、あの、ジャズに取り組んでます。それは、あの、リズマニアックな、トライですね。若きジャズマニアで、あの、彼らがやってるリズマニアックなトライに関して、ちょっと譜面を起こすのもかったるいし、パッと聞きじゃ何やってるか全くわかんないという方は、有料ですけど、私がやってます、ビュロー菊池チャンネル、の中の、動画コンテンツ、モダンポリリズム講義っていうのをもう一年ちょっとやってるんですけど、それを全部見ていただけると、まるで手品の種が明かされるように、よくわかりますので、興味がある方、研究したいという方はそちらもどうぞ、と自分の CM をした直後に CM です。はい、菊池成良のいきなり電波、ジャズミュージシャンの菊池成良が TBS ラジオキーステーションに全国にお送りしております。シーズン9に入りました。実質上のシーズン9初回と言っていい回ですね、今日ね。まあ、初心表明ということで、ジャズばっかりだと退屈するかどうか。まあ、ジャズミュージックが持ってるもう、なんて言ったらいいんですかね。現在と言いましょうか。現在っていうのは、現在、過去、未来じゃないですよ。キリスト教の概念ですけどね。まあ、もう、なんていうか、現在的な、十字架って言いますかね。ジャズはすごいけど退屈だって言われる可能性と攻めにあってこう、生きてるジャンルなんで。まあ、それをなるべく退屈させずに、こう、放送して、解説して、見せるっていうのが、まあ、あの、ジャズ DJ。まあ、DJ ってあの、クラブ DJ じゃなくて、こういう番組でやる、まあ、要するに私の仕事を、私はまあ、実際演奏家でもありますので、自分の実演も含めてですけども、そうして生きる、るかどうかっていうのはね。今もうジャズもすっかりこう世代交代というか、まあ、あのニューチャプターとは言ったもんで、あの新章に入ったということでですね。ジャズといえば、ジャズ喫茶で鍛えた親父さんたちが好きなあれこれっていうのがもういきなりドサッと、あのオールドチャプターになっちゃって、ニューチャプターついてこれない奴ら、まあ、まさかジャズにそういうことが起こるとはね。一方でディアゴスティーニみたいなやつが、あの特集第2巻マイルス・デイビス。まだ、20世紀ですかっていうようなことを。20世紀ですかもう一回言っちゃいましたけど。ようなことをやってたりする中ですね。こう、同時並行でこう。これやっぱね、ポップミュージックや全般ね、ヒップホップなんかも含めた、まあロックなんかも含めたもので、なかなか起こらないねじれの現象なんですけどね。うまく繋いで、あの、オールドチャプターもニューチャプターも全部ひっくるめて、こう、ジャズっていうのをこう最初から、聞けるようになっていけばいいなと思うわけですけども。菊池さん、スタッフの皆さん、こんばんは。アメリカよりもキューバにシンパシーを感じる私としては、国家評議会議長と大統領閣下の急接近に対するリアクションに困りあって、まあ、オバマとゲバラの弟ですよね。まあ、オバマの弟とゲバラの弟だったら因が踏めたんですけどね。オバマは弟じゃないんで、ゲバラだけ弟なんですね。あ、ゲバラ、カストロだ、カストロ。因踏めねえ、全然。やっぱダメですね、二日目だと。カストロの弟です。カストロの弟とオバマですね、これね。リアクションに困り果てていますが、まあ、中を取り持つバチカンですよ。バチカンは絵に描いた餅じゃないと思ってましたけどね。突然こんな形で出てくるとは、さすが21世紀ですよね。バチカンナウイです、やっぱり。小さい国の高度な医療水準や、有機農業。これはまあ、キューバの優れてる点ですね。をバカでかい国も見習えばいいのにと思う今日この頃です。かっこ笑いと。この私のリラックスした読み方から大体、あの番組の、ヘビー級、スーパーヘビー級の方にはお分かりだと思いますが、このメールの書き手は、千葉県野田市の福島さんからですね。福島さんにまたステッカーが行くっていうね。新しいデザインになりました。ということですけどね。まあ、あの、キューバ、私もキューバに心配し感じますよ。というか、もう、外人の友達って言ったら、まあ、韓国人か亡命キューバ人しかいないですからね。アングロサクソンの友達なんか数人しかいないですよ。本当に。まあ、ちなみにまあ、今日は言えないですけど、ちょっとまあ、キューバとアメリカが接近するっていうことから、いろんなあの、文化的な動きが出てんですよね。で、そのうち一丁紙しませんかみたいな話もあの、来てて、まあ、映画だ、
とかそういうレベルですけども、この番組でご紹介させていただくこともあるかもしれません。まあ今日はやめときますが、ただまあキューバ、アメリカの接近でですね、ほぼまあ私、その、バチカンが絵に描いた餅じゃない。餅の原料は何でしょうか？米ですね。餅米です。で、まあ、餅、そっから引っ張ってってもしょうがないんですけど、意外と知られてないことの一つですけど、キューバの主食はですね、どっちかというと米なんですよ。で、私はアメリカとキューバがですね、バチカンのな、まああの、バチカンのパフォーマンスかどうかともかく、中立ちで、ホットラインでこう、つながって、ここが回復するって話を聞いた瞬間に、まあ思ったのは、とにかく、まあアメリカは米を売りつけるだろうな、キューバにっていうことで、それこそ今、野田さんが、あ、間違えた、野田さんじゃねえや、野田さんはこの人が住んでる市だよ。福島さんが、野田、福島って、千葉、野田、福島って並んでる人なんで、どれが、あの、町の名前なのか、どれが名前なのか、あの、人の名前なのか、ちょっと今、ね、あの、ぼやっとしてては間違ってしまいましたけど、福島さんがこう、提案されておられる、有機農業ですよね。これ荒らされますよね。あの、絶対アメリカの米屋が来ますよ。まあ、何せ、ずっと長い間皆さんがそんなに違和感に感じずにね、我らがプライムミニスターの言葉なんかと同じように、違和感、おかしな言葉なのに違和感を感じないっていうことが本当一番怖いんですよ。何が怖いって。まあ、三本の矢の話はもうしが来たからしませんけども、アメリカ、米国ですからね。その ただ単に当て字なんですけどね、そりゃね。うちらが勝手に当てたんですけど、アメリカって米国ですからね。今こそアメリカが米国だっていうね。改めて見てください。米の国って。自分でキーパンチばっかりしてると分かんなくなっちゃいますからね。これ自分で米って書いて、下に国って書いてね。この間私ね、これ、まあこれギリギリですから、まあやばかったらカットしていただきたいんですけど、林病のスタジオで、あの、歌詞が浮かんでこなくて、未来、過去、現在、みたいなことをテーマにしようとして、過去っていう字を書いて、じーっと睨んでて、下、全然歌詞が思いつかないんで、下に様ってつけたんですよね。で、過去様って読んで、あの、すごい人気になるでしょうねって菊池凛子さんに言ったら呆れられたっていうことだったんですけど、まあ、まだまだね、漢字にはいろんな、あの、見てるようで見てないですから、我々。米国ですからね。いよいよ米国が米国たるナタをね、あの、振り下ろすんじゃないかなと思ってますよね。はい。そんなことを考えつつ、まあ、ちょっとセッションめいた内容になってきて、なってねえか、全然。セッションでこんな話全くしないと思いますけど。あの、そんなの気にしなくてもいいんですけどね。田中康夫さんが来て、うちらがセッションのなんか領土を取ってるみたいな、そんなこと言わないでくださいよっていう話をされて帰ったんで、もうなんかドキドキもんになって、まあ気にしないでいきますけども。では、スペシャルウィークのお知らせをさせていただきます。来週4月24日のスペシャルウィークのお知らせでございます。今回の企画はこちら。選曲受け負い人、菊池成吉があなたのために一肌も二肌も脱ぎます。菊池成吉のミュージックプレゼント。イエー、チャーリーパーカー。菊池成吉のミュージックプレゼント。番組では、大切なあの人や憎いあいつに曲を送りたいというあなたからのオーダーをお待ちしております。いつも明るい奥さんにありがとうという気持ちを伝えたい。喧嘩した友人に仲直りしようという気持ちを伝えたい。ね、などなど、いろいろあると思うんですけども、今、あの、絶対言っちゃいけない例が、頭に、上がったんですけど、飲み込みましたけどね。まあ、いろんなそういったことあります。あの、こういう知人に、こういう気持ちを伝えたいと。それを私にメールで送ってください。私があなたに代わって、渾身の選曲術でですね、あなたの気持ちを、その相手の方に伝わるように、選曲して、オンエアします。オーダーの宛先です。e メールの方は、denpa@tbs.co.jp。denpa@tbs.co.jp。おはがき封書特集日の方、p メールですね。の方は、郵便番号 107-8066。TBS ラジオ、菊池成吉の粋な夜電波、ミュージックプレゼント係まで。あなたが曲をプレゼントしたい、その人とのエピソードをなるべく詳しく書いてください。選曲に時間がちょっとかかってしまいますので、パパッと選べないので、締め切りをですね、設けたいと思います。締め切りは20日水曜日までとします。締め切りは、間違えた。
締め切りは、20日、今水曜って言ったのもね、20日の月曜までとさせていただきます。もう一度言いますね。お間違いなきよう。20日月曜日までに、必着でお願いします。また電話で出演して私に直接オーダーしたいという方は電話番号もお書き添えください。まあ過去この番組電話をなんか電力みたいな仲がしまして、面白いことが起こったということからまた起こるんじゃないかと思ってるんですけど、全然起こらないかもしれないし、かつてない事故が起こる可能性もありますけども、ヒヤヒヤもんですけどね。電話番号もお書き添えください。詳しい内容は番組ホームページ内にもアップしておきますので、そちらをご覧ください。というわけで、来週4月24日のスペシャルウィークは、選曲受け負い人、菊池成吉があなたのために一肌脱ぎます。菊池成吉のミュージックプレゼント。ということで、お楽しみに。はい、ちなみに、番組ではあなたからのメッセージも募集しております。宛先は先ほどの宛先と変わりません。ので、紹介させていただいた方は、いただいた方は、番組ロゴが入ったステッカーをプレゼントさせていただきます。番組ロゴは、衣替えといいますか、マイナーチェンジしましたので、野田さんなんかも貼るところに困ってると思いますけどね。はい。メールもね、たくさんいただいて、今日よ、また野田さんって言っちゃった。野田さんって友達がいるの片木に一人とね、音楽家に、評論家に一人、野田つとむってのがいて、周りにね、野田、あとね、あ、もう一人だ、野田っちがいるわ。野田っちは関係ないですけど、ジャズのマイナーレベルの、レベルオーナーですけどね。あ、違う、野田っちはレベルオーナーじゃねえや。野田っちは事務所の人だ。まあいいや。音楽関係者ですけども。まあ、福島さんですね。失礼しました。今日もうこの程度ですからね。まあ、進行ももうむちゃくちゃですね。メール読もうと思って、こんなに、時間かけて聴取したんですけど、もう一枚も読めないまま多分今日終わるんで。音源かけますか。これはもう、だから、今ジャズとは言えないですね。すでに録音してからね、今数えたら自分でも信じられないんですけど、2006年に録音して、2007年にリリースしたんで、もう来年で録音して10周年になるってことですね、このバンドもね。ダブセクステット。今は、メンバー一人足して、ダブセプテットってなってですね。で、トロンボーンの、子が、軽く患いまして、活動休止してるんで、まあ、ファンの間では、マニアの間では、ロストセプテットって言われてるんですけども、来月から活動再開します。病気治りました。駒野逸美さんっていう、とても、可愛らしい、女子ジャズ。女子ジャズっていう言葉自体もね、なんかどっか行っちゃいましたけども。その前に美男子ジャズってなかったんですけどね。それもどっか行っちゃいましたね。言葉が廃れるの早いですな。なんですが、まあ、小丸さんも、復帰されて、完全復帰されるので、5月にライブがあります。まあ、これもまた、何かの機会に告知するか、まあ、もう検索していただければもう出てると思うんですけどね、ライブスケジュール。現在はダブセックス、セプテット、7人編成になってますが、その前身としてダブセクステット、6人編成だった時代の、というか、時代も何も、ファーストアルバムですね。The Revolution Will Not Be Computerized。革命はコンピュータ化、コンピュータによっては、成し得られないと。言いながら、コンピューターで作った、コンピューターで途中から、演奏だけは生演奏なんですけど、途中からの制作がコンピューター制作になってるっていうものですね。菊池成氏、ダブセプテット、セクステット、失礼。の、アルバムから、鈴木くんの曲がいいかな。メンバーの鈴木くん、鈴木正人くんの曲が入ってますので、このラジオで、かける機会なんか全くないので、聞いてみましょうか。AAAL という曲です。9年前の、録音となります。
はい、これは私のバンドですけど、9年前の録音で、菊池成氏ダブセクステット、AAAL です。ラジオが壊れたかな、あるいは耳になんか詰まったかしら、水が、と思った方もいるかもしれませんけど、一番最初と最後に出てくるウッドベースの音がボボコってなってるのは、機材の故障ではありません。全体的にこのバンドはアコースティックで演奏するんですけど、ダブセクステットって言ってくれて、まあ、実際のダビーな音楽とはちょっと意味が違うんですけど、リアルタイムで、電化処理するっていう。今のは、こう、ベースに、まあ、簡単に言うとエフェクターですね。この CD をクラブでプレイすると、クラブのプレイヤーの下の方の、下の方の、あれが、ウーハーが壊れるって言われて、変なもんつけちゃったなと思うんですけども。はい。話もね、前までいっぱい、リンコさんとの仕事をやったり、いろんなこと、いろいろね、その他にも並行で、たくさんミッションが進んでまして、もう全部情報出たから言っちゃっていいのか。ペペトルメントアスカラールが今年10周年なんですよね。で、DCPRG は、活動を再開して5周年なんですよね。まあ、霧のいい年なんですよ、2015は。なんで、まあ、それを、なんていうんですかね、記念というわけじゃないですけど、ペペトルメントアスカラールは、活動10周年記念のコンセールをやり、2日連続でやりますし、それと別に、まあ、商品ですからね。買ってくれ買ってくれもあれですけど、DVD を出します。で、それがもう大変でね、10年間分の公演全部見ないといけないんで、全部見て、で、ベストオブベストを選んで、2枚組になるのかな、DVD の。で、出ますんで。すごくいいですよ。すごく映画的で素晴らしい、仕上がりになると思いますんで。まあ、ライブも、ぜひ。で、DCBRG の新譜も出ます。まあ、なんか、いっぱい出すのね。自転車操業なのね。タブーレーベルっていうところはね。フル稼働ですけどね。でまあ、それらがね、全部一緒に進んでて。で、リンコさんのステージ、が終わるっていうタイミングで大体みんな終わる感じですね。まだ DVD の制作がちょっと今残ってるんですけど。だからもうフラフラっちゃフラフラなんですよね。でもまあやっと人だなくついたんで、これから春に向けて番組もいい調子でやっていければと思います。話もいっぱい、やっぱそういう仕事してると、いろいろ面白い、タイトルだけ言っていきましょうか。小田急線の恋人たち。それから、新宿三丁目ベローチェで見たクッキーを食っているバカの二人組っていうのがあるんですけど、これも、実際話したらタイトルだけ聞いてた方が面白かったっていう人がいるかもしれないくらいの内容なんですけど、まあそう、単にバカがいっぱいと面白いなっていう。まあ私もバカですけど、世の中バカだらけだなっていう。聞きたい話があったらメールに書いてください。私忘れちゃうかもしれないんで。はい。というわけで、ジャズ固めしてみました。お別れの曲はですね、これはとっても、ややもするとね、ジャズはアクロバティックでどうだすげえだろみたいなことに なってしまいがちなとこもあり、また一方で単にノスタルジックで心がうっとりするソウルミュージックみたいになってしまうとこもあり、なかなか バランスが難しいとこなんですけど、これはシティミュージックとしても十分聴ける、もうジャズファンの間ではおなじみですね、ジョン・ピザレリです。ジョン・ピザレリは、まあ、そうですね。早すぎたベン・フォールズ5っていうかね、ジャズボーカルを元にしたポップスって言うて、まあ、いっぱいあるからな。ボン100のやつじゃないですね。もうジャズメンって言っちゃっていいと思うんですけど、83年ですから、もう AOR、テクノニューウェーブ、ハウス、ヒップホップ、なんと言ったような、まあ、新しい傾向の音楽がドガーンって来てる時にね、まあ、ある種の不運さっていうか、まあ不運って言っちゃ失礼ですけどね。別にマイペースな人なんですけど、83年にファーストアルバムが出てるんですよ。それは本当素晴らしいんです。I'm Hip っていう。まあ I'm Hip っていうのはまあ、多分にこう、自嘲的な、まあ83年的ですよね。83年に思いを馳せましょうって言ってもなかなかまだ生まれてない方もいらっしゃるかもしれませんけども、こうストレートで熱い言葉なんか言うやつはバカだって時代でしたから、ちょっとな、車に構えてるのが普通っていう時代ですよね。その時に、まあ、ちゃんとタキシード着て、フルワゴのギター持って、ジャズボーカル、歌も歌うんですね。で、ギターと歌なんですけども、
アイムヒップってなってて、で、カッコがついてるんですよ。まあ、よくあるパターンですけど、アイムヒップが正式なタイトルで、カッコ、Please don't tell my father って入ってるんですよね。で、これは歌詞の中に実はまあ入ってるんですけど、まあ、アイムヒップってのは俺はかっこいい。で、どんだけかっこいいかって話するんですけど、シャニカマ、まあ、真ん中、途中から、まあ、この曲自体は当時作曲されたんじゃないですけどね。もっと古いもんなんですけど、こんな風に言いふらしてるなんて、お父さんには言わないでねっていう感じのとこが出てくるんですよ。で、まあそこも洒落てて、この人のお父さん、何せもう、ジャズミュージシャン、ジャズファンならもうおなじみバッキー・ビザレリですから、バッキー・ビザレリはもう黄金期のグレン・ミラー楽団のリズムギターの名手ですよね。の息子さんです。なんで、I'm hip, please don't tell my father とかちょっと気に、シャニ構えて気が利いてるという味付けもありましてという感じですね。で、このデビュー版は83年ですから、菊池成吉青年が20歳の時ですから、ピザリリ23歳ですね。今日はこれをお聞きいただいてお別れしたいと思います。アルバム、デビューアルバムの I'm hip から、タイトルチューンであります、I'm hip を聞いていただきます。というわけで、菊池成吉のいきなり電波、そろそろお別れの時間となりました。また来週金曜深夜0時にお会いしましょう。来週はスペシャルウィークとなっております。ミュージックプレゼントです。お相手は菊池成吉でございました。この後またね、向かい酒に行こうと思いますけれども、夜の巷に繰り出そうと思いますが、皆さんもどうか、意識失う系には気をつけていただいてですね、私と同じ系にならないように、お酒は控えめにしていただける。特に、少年の方ね、まあ余計なお世話だと言われればそれっきりですけども。というわけで、I'm hip を聞いてお別れしたいと思います。I'm hip.I'm no square. I'm awake, I'm alert, I'm aware. I am always on the scene, making the rounds, digging the sounds. I buy People magazine, cause I'm hip. Like Dig, I'm in step. When it was hip to be hip, I was hip. I don't blow, but I'm a fanLook at me swing, ring-a-ding-ding. I even call my girlfriend man, cause I'm hip. And every Saturday night, with my suit buttoned tight and my suede's on, I'm getting my kicks, digging arty French flicks with my shades on. Cause I'm too much, I'm a gas. I am anything but middle class. When I hang around the band,Popping my thumbs, digging the drums. Squares don't seem to understand why I flip. They're not hip, like I'm hip. Oh, I'm hip, oh, I'm hip, yeah, I'm hip. Oh, I'm hip, oh, I'm hip, yeah, I'm hip. Oh, I'm hip, oh, I'm hip, yeah, I'm hip. I am hip, I'm alive. I enjoy any joint where there's jive. I'm on top of every trend.Look at me go, floaty-o-do. Sammy Davis knows my friend, I'm so hip. I'm hip, but not weird. Like you notice, I don't wear a beard. Beards were in, but now they're out. They had their day, now they're passé. Just ask me if you're in doubt, cause I'm hip. Oh, I'm hip. Now I'm deep into zenMeditation and macrobiotics. And as soon as I can, I intend to get into narcotics. Cause I'm cool as a cuke. I'm a pet, I'm a card, I'm a kook. I get so much out of life. Really I do, scooby-dee-boo. One more time, play Mac the Knife. Let her rip, I mean flip. Cause I'm hip. Oh, don't you know that I'm hip? Yeah, tell the world that I'm hip. Don't you know, Daddy-o, that I'm hip? Oh, yes, I'm hip. Please don't tell my father. Oh, yeah, you better believe I'm hip.